LE-9 は宇宙航空研究開発機構が三菱重工業と IHI と共に開発中の H3 ロケットの第1弾用液体燃料をロケットエンジン燃料に液体水素酸化剤に液体酸素を使用し H3 ではペイロードの重量や投入軌道に合わせて LE-9 を2機または3機にクラスター化して用いる キー技術関連事業者として三菱重工業がエンジンシステムを IHI がターボポンプの開発を担当している。H3 の仙台機の HE や B では第1弾用ロケットエンジン LE-7A のエンジンサイクルに2弾燃焼サイクルを採用している。2弾燃焼サイクルは燃焼室で発生する燃焼圧を大きくすることが 他のエンジンサイクルよりも容易であり、非水力向上の点で優れているが、配管、タービン各所が高温高圧にさらされるため頑丈に製作する必要があり、プリバーナー室等の追加の増作も必要なため、製造コストがかさむ。一方、現在の衛星打ち上げ市場において、受注を勝ち取るためには、ロケットの製造費用を下げて、打ち上げ費用を下げることが重要である。 このため、H3 の1段目エンジン LE-9 では、従来の効果で複雑な2段燃焼サイクルに変わり、日本で最初に実用化された簡素で信頼性のある、エキスパンダーブリードサイクルを採用することにした。これにより LE-9 の部品点数は LE、LE-7A より20%少なくなる。エキスパンダーブリードサイクルの開発と運用の前例として、 第2弾用の水力 15TF 未満の LE-5A、B エンジンの実績はあるが、同サイクルは、ターボポンプの駆動エネルギーを燃焼室からの吸熱に、頼るという原理上、大水力を発揮することが難しく、第1弾用エンジンとしての実用化は、初の事例であるため、150TF という大水力が、 必要とされる第1弾用の LE-9 の開発は H3 における最も挑戦的な開発要素となる LE-5A と LE-5B の開発経験によりエキスパンダーブリードサイクルエンジン開発の第一人者であった三菱重工は同サイクルエンジンの大型燃焼室製造技術に関する先行的研究のために 1999年から、プラットホイットニーロケットダインと共同で、真空中水力 1627TF、真空中非水力467秒の上段用エンジンメガバイト XX の研究を開始し、2005年に燃焼実験を行った。この上段用エンジンメガバイト XX の研究と並行して、2002年から、 JAXA は将来ロケットの第1弾に大水力、エキスパンダーブリードサイクルエンジンを適用する、検討と研究を開始し、2010年からは JAXA が主導し、蒸気2社に加えて IHI、物質、材料研究機構、産業技術総合研究所も参画して、真空中水力14 TF。148TF。 真空中飛水力430秒の第一弾用技術実証エンジン LEX 実証研究を開始してコンピュータシミュレーションを後半に取り入れながら要素技術の研究を行い大水力エキスパンダーブリードサイクルエンジンの成立性の検証を行ったそして2015年から LEX の実証研究の成果を活かして LE-9 の開発が開始された。大水力を発揮するためには、ターボポンプの大幅な性能向上が必要となるが、そのためには、三菱重工が担当する、燃焼器を大型化して、吸熱、製造技術を向上させて、タービン駆動ガスを高温化することと、IHI が担当する、液体水素、ターボポンプのタービンを高性能化させることが、鍵となる。 大型化した LEX の燃焼器では大きな圧力変動が問題となったが LE-9 では噴射器エレメント長さに変化をつけることで強振の発生を抑え圧力変動を吸収するレゾネーターを燃焼室につけることで燃焼安定性を大幅に向上させた一方で2017年から行われていた実機型エンジンの燃焼試験においては 2018年11月以降に行われた試験において共振により液体水素ターボポンプのタービン動力に疲労波面を確認した。また、機械加工の噴射器と 3D 造形の噴射器に特性の違いが確認された。このため、この時点では従来通りの機械加工による噴射器を適用して固有振動値を運転領域から外した。 タイプ1エンジンを先に認定し試験機1号機で使用し、その後に 3D 造形噴射器と固有振動値そのものを排除する抜本対策を施したタイプ2エンジンを認定して試験機2号機に使用する開発方針であった。2020年2月13日には8回目の第1弾圧肉タンクステージ燃焼試験が3機の実機型エンジンで行われた。 しかし2020年5月26日から始まった認定型タイプ1エンジンの燃焼試験で固有振動値を運転領域から外したはずの液体水素ターボポンプのタービン動力に共振による疲労波面が再び確認され新たにエンジン燃焼室内壁には高熱による幅 0.5mm 長さ 1cm ほどの先行が14箇所見つかった 当初は再び確認された強振運転領域をさらに避けて運転するタイプ1エンジンを作成する予定であったが、検討の結果、固有振動値を運転領域から外すタイプ1エンジンの対策が有効ではないことが判明した。このため、液体水素、ターボポンプのタービン動力の形状や枚数を見直して、念のために液体酸素、ターボポンプについても、 同様に設計を見直して、共振対策をし、燃焼室内壁の先行については、液体水素の噴射量を増やすことで、冷却機能を強化すると同時に、エンジンの軌道、停止パターンを見直して、熱対策をすることになった。これらの新たな対策を施した、新たな開発仕様を実証してから、試験機1号機を打ち上げることになり、 H3 ロケットの打ち上げは2021年度に1年延期されることになった。ありがとうございます。